怒りを持った若い世代たちがこの資本主義の経済成長の在り方そのものを変えていかなければいけない。平等に重きを置く社会と経済成長よりも持続可能性に重きを置くような社会、この2つですね、この社会主義と脱成長という2つの、政治的な訴えに魅力を感じるようになってきている。マスクたちが出している解決策というのは本当は自分たちが問題であるにもかかわらず、あたかも自分たちが救世主であるかのように見せかける、つまり今まで通りの価値観を守るためのある種のこう粉飾物になってしまっている。これはやっぱり学びたくない、変わりたくない人たちにとっては非常に魅力的な解決策だと思います。